知らない君がいたら走らせないで歩かせてあげたい。歩けない君がいたら歩かせないで休ませてあげたい。でもそれは優しさっていうのかな。でもそれは優しいっていうのかな。一人でいる君がいたら声をかけて二人でいてあげたい。泣いている君がいたら隣でそっと笑わせてあげたい。でもそれは正しさっていうのかな。でもそれは正しいって言えるのかな。些細なことでバランスが変わってしまうから、何から始めてどうしていたらいいの。わからないのさ大切の方法が。だけどもし君が笑ってくれるのなら間違っても悔やまない。ヒント答えになったらノーモーダイ。